あ、これ中間にしないよ。なんだっけな。お出かけ雑談やっぱしないかな。まあ、お出かけ雑談っていうね、のすると見せかけてお出かけ雑談をするんですが、表の表を書いた作戦ということで、裏の裏はあるけど表の表ってないね。表は表でしかないのに裏の裏はあるっていうね。面白い、日本語面白い。表の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 ドッチッパドッチッパドッチドッチッパバン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 って3回処刑されました。顔をね、真横をプレスで3回処刑されました。どうしてくれんねん、どうとしまいつけんねんっていうね、いきなり怒るなーっていうね、あの声を荒げると喉がね枯れちゃうんでね、ゾウさんのじょうろで喉を癒してあげましょう。アバ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 ティーヤアバミえずらといい、音といいね、面白いから、肝面白い、肝面白いからさ、マジ無音せ。明日来たなーい、びっくりしたーん、本当に明日来たな。おい、目閉じてんのかよ。あ、目、俺あんま目開けられないんだな。あ、目つき悪い。いや、逆に怖い。どうする、ねんって。いや、はじめきよしろ、ちょっと待って、ちょっと待って。そこでどうしてだ、ねんって言ったら、それ凡人僕だよ。お前は、3000周もあって、凡人僕がするのはいいけど、それ、普通にスタート地点僕だぞ。スタート地点凡人僕だぞ。ダメだぞ。はい、ってことでね。もう一回やらない。それが始まるボケ。ここまでやらなきゃいけないみたいな。ダン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 フィルーまた下見。あ、これなんか下削れてんだよね。前の部分だけ。喋ることねえや。お出かけしてきた。ジャンプ買った。和の国だわ、ワンピース最高。あ、なんか唐突なワンピースのネタバレになるけどさ、なんか切腹するときのこの刀だったじゃん、ゾロが。あれってなんか切腹するときって変な刀使うんだよね。変な刀っていうのを切腹するときはなんかバナナとかセンスとか使うんだよね、昔のなんか初後半の時代は。うん、でそれで首を切るみたいな感じだったけど、だからそんな変な刀なんじゃないかな。まともに切腹させてもらえないから。でもそれであんまっちゃうっていうね。はい、ということでネタバレをしたところで、僕はねもう今日は寝ます。いや、久しぶりにカメラ見つめたなっていうことで、この後はね、ゆる雑談します。